リラクルでああしておけばよかったなどの反省点はありましたか？リラクルは基本ずっと成功してたんで、ああしておけばよかったってなかったですかね。一度ストレッチ専門店を出したことあるんですよ。ドクターストレッチさんってご存知ですかね。あそこの店舗がまだ10店舗とか20店舗もない時だったと思うんですけども、我々もコアストレッチっていう名前で、ストレッチの専門店を確か6店舗ぐらい出したのかな。結構あれ属人的でかなり教育が大変なんですよね。その時も TTP っていうことでドクターストレッチさんを完璧に真似させていただきました。ストレッチの、先生として、教える人が、ドクターストレッチの先生に習って、で仕組みとかそのマーケティングも全部同じにしました。実は売上も上がってたし、まあまあ良かったんですが、やっぱり会計の仕方がですね、我々上場を目指してる会社だったりファンドが買ってる会社で、会計がちょっとあれ預かり金が多いんですよ。前もってクーポン券みたいな回数券を販売する事業なんですよね。それをやると預かり金という形になるんですよ。で一時期的な売上っぽく上がるんですけども、実際にはそれを売上計上されるのはお客様が使った時になるんですよね。でそれを信託しないとダメだったりするんです。信託っていうのは要するに預かったお金っていうのはそのまま、持ってたらダメなんですね。基本的にそれを信託っていうふうに預けないと国が決めてるんですよ。要するに会社が倒産した時に返せなくなったら困るんで、そういった信託っていう制度があるんですよね。そういうことをやったりとか、会計的にそうやって売上をすぐにつけれないとか、ファンドが次回売却する時とかにこう利益計上できない部分が大きすぎて、結構ちょっとこれ厄介だなっていうことで M&A して売却してしまったり、リラクルに変えてしまって、全部なくしちゃったんですよね。なのであの時ね、6店舗ぐらいを確か 2,3 ヶ月で作って、その3ヶ月4ヶ月後には全て撤退っていう風に僕判断してましたね。この間もね、実はリラクルのメンバーがうちの家にバーベキューしに来たんですよ。元リラクルのメンバーもいますし、現役のリラクルのメンバーもいるんですけれども、その時の懐かしいメンバーたちと一緒にご飯食べて、その時でもやっぱコアストレッチの話が出てきて、竹野内さんの判断がやっぱり早いと。一瞬でこう撤退するときは早いですよね。コペテリアもそうなんですけど、出すときね、一気に6店舗出したんですよね。これも半年ぐらいで。で、その半年以内にまた全部閉めちゃったっていう、すごい早い、スピーディーではありますね。なんで、まあ、儲からないなと思ったらね、続けてる意味、赤字垂れ流すだけなんでもったいないんで、撤退するときってみんななぜ撤退できないかっていうと、恥ずかしいからなんですよ。自分が失敗したということはあんまり言いたくないんですよね。で自分の責任で失敗したって言いたくないから、お前らもっと集客しろとか、お前らができてないから仕方なしに閉めるんだみたいな感じでズル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 行くんですけども、僕はその時に僕が失敗しました、申し訳なかったです、次の授業でなんとか取り返しますって言って全部パタパタっと閉めました。まあファンドさんはちょっと焦ってましたけども、それ仕方ないよねってやっぱり言ってくれたし、その時にちょっと引け目はありましたけどね、それはもう失敗は授業につきものだと思ってるんで、はい。